はい、皆さんこんにちは。レクセに越した弁理士の馬場伸之です。今日はなんと令和5年度のですね、弁理士試験合格者対談ということで、スマート攻略コース出身で、なんと最年少、ね、最年少ですよ。若いね。合格してきていただいたと。ね、もう未来もね、たくさんある。やっぱ若い人はね、素晴らしいですね。はい、ということで、よろしくお願いしますと。お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、というところでね、まあ、いくつか聞いていきたいと思うんですけど、まずね、こうやっぱ資格ってね、いろいろとこうあるんですけれども、いろいろある資格の中でなんで弁理士をね、こうやっぱね、こう、まあ、弁理士って若干マイナーな資格ではあるんですけど、その弁理士を目指そうと思ったね、きっかけをちょっと聞いてみたいなと思います。なんでですか？はい、はい、弁理士を目指すきっかけとしては3つありまして、はい、1つ目はそのなりたい将来像に近づくためということがあります。もともと法律について身近に相談できる人になりたいという夢がありまして、でその法律の中でも自分は理系なんですけど、その理系のバックグラウンドを生かしながら、そのバックグラウンドとその密接に関連するその知的財産権法というところに興味を持ちまして、持ちました。またその専門的、そのなりたい将来像として身近に相談できる人になりたいので、うん、その身近に相談に乗れるっていうのはかなりその専門的な知識とかが必要だと思うので、うん、そういったところを身につけておきたいというところがあります。2つ目はその身近に相談できる人になりたい、うん、知的財産に携わりたいといった時に、資格を取得しておくことでその将来できる仕事の幅というところが広がるのかなっていうところを考えたというところです。あと3つ目はその将来働き続けやすい、弁理士はとても働き続けやすいと伺ったので、うんうん、弁理士目指してみようというところになりました。ちなみにその理系の、ね、バックグラウンドとメッセージ関連する、まあ、学生なんだもんね、うん、今ちなみに何をやってるの？今はリチウムイオン電池の電解質について研究していて、うんうんうん、今私は物理学系 の、 その大学にいるんですけれども、うん、まあ、化学寄りの知識も生かしながら研究をしているところですね。じゃあそういうのもやっぱりこう研究している時に、まあ、ちょっと知的財産の、うん、仕組みがあった方が、知識があった方がいいなっていう。そうですね。じゃあ弁理士自体を知ったのはいつなの？弁理士を知って、うん、たのはちょっと定かではないんですけど、確か大学に入ってからだったと思います。あ、なるほど、今そういう仕事があるんだなっていう形でね、はい、あ、なるほど、で、まあ、やっぱり理系だっていうところで、まあ、そこの知識をうまく融合させようと、はい、なるほどね、はい、わかりました。じゃあ、まあ、その、まあ、資格ね、じゃあその実際弁理士を目指そうと思ってこう、まあ、やろうと思って、まあ、多分ね、いきなり本屋さんに行ってもよくわからんとっていうことだと思って、まあ多分なんかこう、じゃあ勉強しようかなと思った時に、まあ、こういくつかね、こういろんなとこやり方とあると思うんですけど、なんでこうレックを選ぼう、のレックを選んで勉強しようと思ったのかなっていう。うん、はい、はい、その弁理士を目指そうと思ってまず本屋さんに行って、うん、それで本屋さんで弁理士になるにはみたいな本を読んだんですけれども、うん、独学はおよそ厳しいというところをちょっと、うんうん、いろいろなところで見まして、やはり予備校を使わないとなかなか合格難しいのかなと思いまして、まずは予備校を利用という方針で考えました。でその予備校の中でもレックの方ではその講座のその価格とその合格実績のバランスが取れているなと思いまして、その点は非常に重視しました。私学生なのであんまりその講座にお金をかけられないんですけど、そのただでも価格だけで選ぶとなかなか合格できないみたいなお話もちょっと伺ったので、その合格者が多数輩出しているというレックさんをまず検討しました。でまたそのレックの講座の中でもその比較的学生でも手の届きやすい価格で、うん、非常に質の良い講義が受けられる、うん、そのスマートコースがあったので、うん、そのレックにしました、うん、まあね、ちょっとやっぱ学生さんだとね、なかなか大いっぱいのお金かけられない。ご自身のお金出したの？はい。ああ、そうなの。親御さんとかに借りるわけで、大変だけど、素晴らしい、はい、なんかね、つい親にもう出してって言いそうだけどね、ああ、偉いね、うん、もう
まあね、実際2年目でちょっと苦労してたもんね。はい、はい、で次2つ目としては、うん、はい、そうですね、うん、そのまずなんかすごい勉強自体大変っていうのは伺ってたので、うん、まず楽しく続けられるっていうところは重視しました、うん、そのもともとお金をたくさん払ってる分続けようと、うん、やるからには続けようとは思ってたんですけれども、うんうん、なんかもしかしたらできなくなるかもしれないっていうところもあるかもしれないので、うん、その楽しく受けられるというところを重視して、うんうん、その楽しい講座をうん、提供している楽しそうなところに、まあ、とりあえずは楽しみが続かんだと、うん、なるほど、はい、うん、はい、そして、うん、そうですね、うん、その楽しく続けられるっていうところで言うと、うん、その楽しくないと勉強自体も効率が落ちてくるのかなと思っていたので、うんうん、とにかく楽しそう追求してそうだね、うん、大事大事、そこはね、はい、うん、はい、うん、はい、そして、うん、じゃあまあ楽しそうにしようと、うん、やっぱ法律はねちょっと難しいからね、なんか法律勉強するとね、もうなんか急に堅苦しい話が始まるんじゃないかってドキドキしちゃいますもんね、はい、うん、そして実際、まあ、まあデックにしてみようと思って、うん、で一応なんかこう見てみたサイトを、はい、見てみました、うん、そしてなんかすごい、うん、すごいお堅いイメージだったんですけど、馬場、うん、先生すごい面白くて、うん、何やってもこいつだね、なんかこんなに楽しくていいのかなって思ったんですけど、うん、まあ、それで馬場先生良さそうだなと思って馬場、うん、先生のクラスにしました、うん、あとそうですね、スマートコースの良さとしては通信で受講ができるっていうところがあると思います、うんうん、と私大学が少し遠方の方にあるので、うん、通学時間がすごく長くて、ちょっと大学での学業と両立するということを考えると、うん、ちょっと通信じゃないととても続けられなさそうと思ったので、通信講座をやっているところを選びました。なんか忙しかったよね、時々相談受けてる中で、そのなんかお仕事されてるから忙しいんで、1週間どんぐらいのあれだったの、学校は。学校収録であって、うんうん、はい。で通学時間が2時間半からとか3時間かかったりとか、ね、ちょっと、うんうん、ほとんど通学時間で机に向かう時間がなかったので、通信じゃないとちょっと厳しいかなって思いました。なんかいつね、なんか時々相談いただいてもね、なんか今日学校でその時間いませんみたいな感じで本当にね、多分普通の仕事してるから忙しいんじゃないかなっていう、うん、感じでやってたよね、はい、はい、うん、でまあ、一応通信でじゃあ始めてみようというところで、まあ、実際に始めてみたと、はいはい、でじゃあまあ実際にこう学習をまあしてみて、まあこうまあ、レックとかスマートコースのですねカリキュラムとか教材っていうのは、まあ、どんな感じでした？そうですね、うん、カリキュラムについてはその試験に出やすいところ、うん、出るところがすごい重点的に何度も繰り返して、うん、その勉強する点がすごく良かったなと思います、はい、すごく弁理士試験の出題範囲ってすごくなんか判例であったり、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、そのどこまで手を広げるべきかというところの判断はちょっと素人にはなかなか つけられないので、うん、なんかそういったところを明示してくださったので、うん、非常に効率よく勉強できたかなと思います、うん、あとはそうですね、私自身暗記があんまり得意ではないんですけれども、うん、忘れることを前提として何回もその繰り返して説明してくださるので、うん、非常に知識の定着に役立ったなと思います。うん、忘れるよね、はい、私も忘れるからね、まあ、5回ぐらいあれば何とかなる、はい、おかげさまで、うんうん、いいと思いますね、はい、ということで、じゃあ、 あと、まあ、教材関係をいろいろ使いこなしてもらっていて、うん、一番準備良かったなというのはどんな感じでした？そうですね、うん、うん、担当ですと四方これぽんですね、うん、で一応今日持ってきてもらってこんな感じのね、うん、やつで、はい、で何があれですかね、そうですね、いろいろ書き込みをしてくれてる感じですかね、今まで の、 その試験で出て、うん、出た部分がもう一元化されているので、うん、もうこちらを見れば担当の総復習はできるかなというところで、うん、付箋はこれ何だっけ、付箋はそうですね、試験前にそこだけ見返そうと思ってそこだけ貼って、担当前はそこを見返してましたね、なんかもともと四方については、うん、あの、結構書いてる、うん、はい、過去問演習ちょっとやっていなくて、うんうん、
もう過去問ってどんな感じでした？ちなみに担当の過去問、担当の過去問、レクの過去問書使ってました？2年目は使ってないですね。全然使ってない、はい、なんか枝別にその回答を出すっていう癖をつけようと思って、その問題集だとちょっと自分だと問題のその配列を覚えてしまって、結構あるよね、あんまり答え覚えちゃうみたいなね、はい、ということで、そうするとあれか、担当のこれもを使ってたっていう、はい、これも見てましたね、で担当の、あ、両方持ってきてくれたのね、はい、思いよりね、で、まあ、担当のこれもって条文ごとに過去問が集まってるやつなんですけど、でこれをじゃあ、はい、あれか使って、そうですね、書き込みの時になるかな、付箋が、付箋は何か色が意味あったの？付箋はそうですね、あんまり意味がないかもしれないですけど。そうなの？なんか赤とか青で意味がある。青じゃあ貼ってるのね、これ間違えてるもんね。間違えてるかちょっと怪しいかなというところですね。なるほど。本当に無意識に読み飛ばしてしまったりとかするので、どこで読み飛ばしないかなとか、なるほど、いろいろ見てました。みんなね、こうライオンみたいになってきますよね。はい。で担当コレモンを使ってどんな感じでしたじゃん？そうですね、担当これも見て、10ページぐらいで何分かかるっていうのを最初に把握して、10ページそのノルマを作って、その1日に何ページやったっていう、見返したっていうのを勉強したり、あと、そのこれポンだけ、これポンっていう、はい、まあ、その教材だとその過去 2回以上出てる論点のところをね、はい、これポンって感じでまとめてるところですよね、はい、そこだけ、年内は確かそのこれポンのところをもうざーっと見て、でね、年明けはその条文別にその問題が並んでいるので、なんか審査のところは審査、その衣装法とその商標法と、特実そのパラレルに見てどこが違うのかなとか、なんか審査とか審判とかちょっと似てるけどちょっと違うっていうのがあると思うんですけど、ね、例えば球場とかね、見比べながらどういったところが問われてるのかなっていうのを調べたりとかしてましたね。まあこれはね、これポンないやつだね、審査ね、はい、なるほどね、はい、あと結構問題がねたくさん載ってる感じですけど、これどうしてました、全部やってました？いや直前期は確か、そのコレポンはもう年内でだいたい固めたので、その他過去問っていうところを確認して、どこが問われる可能性があるかなというところを確認しつつ、あと条文で、条文との対比で、なんかこの文言があるから、なんかこの要件に当てはまるとか、を確認したりとかしてましたね。なるほど、まあそうね、今ちょっと、ね、多分その他過去問ね、レア問って書き方になってんだけど、あ、そうなんですね、進化したね、レアの問題でレア問、レア問って書いたんだけど、まだそこはやっぱりちょっとあれだよね、後の方でやってたっていう、形ですよね、はい、で、あとちなみにそうだな、論文関係は、まあ、論文の勉強はだっけ、後で、論文の勉強はまずどんな感じで、まあ、担当はそうだよね、だいたい担当コレポン使ってじゃあやって、4本コレポンでまとめてたと、はい、論文はどんな感じでやってました？はい、論文に関しては、その論文コレポンというものがあったので、そちらとあとは過去問を10年分ぐらい回していましたね、で論文コレポンは論点をまとめた、はい、論文コレモンってどんな感じで勉強してました？はい、青字で、青マーカーをつけてるところがキーワードとして、その馬場先生の方で提示していただいてるものなんですけど、そこをまずは覚えようと思って、その赤シートで隠して、すごく古典的なんですけど、まずはそこのキーワードだけが出てくるようにして、であとは大体どういう流れで書いてるかなっていうところを、こちらで抑えました。じゃあ本当にもうあれ、ね、このキーワードのところを中心に、やっていて、論文コレモンってどれぐらいやりました？そうですね。時期的にはいつやってた？時期的には担当のその試験後から
本格的に始めた感じですね。試験前はやってないやっぱり。試験前はちょっと時間がなくて、はい。じゃあ論文の勉強ってほとんどやってない。担当前は、はい、やってないです。なるほどね。じゃあよくそれで本当ね、うまく入ったね、ちゃんとしっかり。はい、おかげさまで。なるほどね。はい。はい、でじゃあ論文のコレモン、試験終わってから論文コレモンと論文の過去もやった。ちなみに担当は今さっき4分見せてもらったんだけど、はい、下散歩はどうしてました？下散歩については、うん、あの条約とその著作権法と不正競争防止法があると思うんですけど、うんうん、条約に関してはその PCT のフローとかがあって、あ、私の講座であるやつね、100% 覚えてくださいっていう、はいはい、とにかくもうそこだけはやろうと思って、うん、その PCT のフローを、うん、あの PCT のレジュメみたいなものがあるんですけど、うんうん、なんかそちらをちょっとコピーしたりして、うんうん、ちょっといろんなところに家の至るところに貼ったりとか、うん、とスマートフォンの壁紙にしたりとか、うん、もう とにかくスマホの壁紙、これテンション上がらないね。上がらないですそう、スマホの壁紙、これはちょっと俺ね初めて聞いた。家にね紙に貼ってる人はよく聞くんだけど、はい、スマホ壁紙はね初めてのパターンで、ね、それぐらいやらないと入れなかった、はい、やっぱり入れないよね、はい、それでもう本当にそらんじられるぐらいに、うん、そう、ちょっと PCT 自体も解けましたやっぱと。はい、そうですね、意外に解けるでしょ、はい、意外にちょっと流れがなんか答えよくわかんないんだけど答え出てくるでしょ、はい、そういうものなんで PCT ってね、うん、ちなみに時期はいつから始めました下散歩。 PCT は年明けの2月ぐらいですね。うん、2月で、はい、で他のチョフとかは年明けの2月ですね。で同じぐらい、はい、2月ぐらいで間に合いました。間に合いました。間に合いました。よく言ってる、はいはい、最初でも聞いた時に不安じゃなかったですか下散歩。結構私2月ぐらいから始めてくれって言うじゃないですか、はい、結構大丈夫かと思いませんでした。そんな遅く、はい、ちょっと心配になりつつでも本誌ではあの9割方解けたので、うん、本当に信じてよかったなと思います、うん、だから4歩をやっぱ固めないとね、はい、ダメなんだよね。そう、みんなやっぱね不安に思うんですけど下散歩あんま早めにはちょっと忘れちゃうっていうのがね、はい、あるからね、はい、っていうのもいろいろ活用してやってもらってたんですけど、はい、ちなみに、まあ、過去問に関してはこう答案構成もやってて、はい、うん、そうですね、答案構成はこれどんな、これね、すごい頑張って、うん、過去問のその10年分ぐらいを答案構成という形で、うんうんうん、その問題文のその状況に対してどういったところをその項目として挙げればよいかというところを、うんうんうん、上げる練習、その問題文の中のトリガーに気づく練習をとにかくしてました、うんうん、かなり すごい細かいところまで再現できるかなっていうのを若干やりつつではあるんですけど、うん、結構ね結構細かいですね、はい、まあ、だから答案書かない答案構成でね、答案書いてないっていう感じだから、ね、はい、答案に関しては本誌までほとんど書いてないですね。模擬試験で一度書いたぐらいで、うん、まあ、ほぼこれが答案だね、はい、はい、という形で、そうですね、過去問でその何を書くべきかっていうのを、うん、その上げる練習をして、でその上でそのこれ問で覚えたキーワードであったりその書くべき事項を そこに当てはめていくっていう練習だった、練習をしていた感じですかね、うん、結構一日問題数やってますね、はい、うん、なるほど、一体これで1時間ぐらいもっとかかってる、なんか左上に時間がちょっとちらっと書いてあるんですけど、あ、はい、そんなにかかってないんだね、はい、うん、はい、っていう感じで、じゃあ担当終わった後がほぼメイン、ね、はい、そうですね、はい、うん、ちなみにもうね、もうおなじみのあれですよね、一つ使ってたのが学習シートを、はい、よく使ってて、学習シートはどうでした？学習シートは本当に進捗管理にすごく役立ちました、うんうん、でここまでねすごい書いてる人を私もすごいんだよね、そう、時々ねあのメールで送ってくれてね、あの進捗を、はい、うん、すごい書いてあるんだよねで一回ここに集約した方がいいんじゃない、これ見直せてました、でも書いて見直しできてた、はい、見直してました、あ、見直せた、はい、あ、そう、担当試験前とかそちらを見返して、うん、その四方コレポンとそれを見返して、うん、まあ、なんかいっぱい書いてあるんでちょっと自信にもなるんですよね、うん、あ、なるほどね、メンタル的にも良かったかなと思います、うん、でこの辺ねちょっとね、あ、そうね、で途中からあれかな、あっさり
私があっさりした方がいいよって話をね、はい、そうですね、ちょっとここに隠しすぎてたので、はい、うん、そう、あのもうちょっと違うノートにまとめた方がいいんじゃないのっていう、はい、まあ、本当にこれを今までね一番ここまで書いた人は見たことがなくて、はい、はい、っていう形でいろいろ工夫していたという感じですよね。はい、ちなみにまあそんな感じでこう勉強をまあ引き続きこうやってきてくれてたんですけれども、あのまあ実際にまあ講座ですかね、講座とか、まあクラスってもね、なかなか通信だからちょっと難しいかもしれないんですけど、そういう雰囲気とかってのはどんな感じでした？そうですね、うん、私自身その通信でなかなか質問とか相談とかしにくいのかなって若干思っていたんですけれども、うんうんうん、本当にその馬場先生すごく親身に対応してくださるので、うん、その先ほど その学習シートであったり、うん、そういったところをなんか内容を見てくださったりとか、うんうん、本当に一人一人に親身に対応してくださる感じかなと思います。うん、メールでね送ってくれてましたよね、はい、うん、ちょっとね返せない時もあったりして、まあ、ただあのとりあえず送って見てはいたんですよ、はい、見てはいたけど、うん、割とあの大型はすぐメールを返さないケースがあってそうなんかああ来たなという感じ ですごい気になる時はやっぱあのすぐ言うようにはしてたんだけども、はい、うん、まあ、あの問題ない時は結構うんうんって感じで、すいません、私ももうちょっと、ね、返してあげればよかったんですけれども、いい、うん、はい、あとはどうでした？うん、そうですね、一応続けられた、うまく最後まで、はい、まあ、続けられたからね、頑張って本当にあの本当に楽しかったので続けられましたね、うん、なんか馬場先生非常になんか授業中すごいへんてこな動き縦横無尽に動き回られてて、うんうん、なんか見てて飽きないっていうところも、うん、あったんですけど、本当になんか難しい、それでいてすごく知識、うん、その自分の身になる講義をされていたので、うん、本当に受験終わってから気づいたことなんですけど、うん、そのなんか楽しいっていうところは本当にメンタル的にも良かったのかなと思います、うん、本当に続けるだけでも大変だと思うので、うん、私としてもあの一番それを言われるのが嬉しいですね、分かりやすい、まあ、それ分かりやすいのはまあ講義なんで当たり前だと思っていて、やっぱ楽しいっていうところがないと、まあ、続けられないなっていうのがあるので、はい、うん、意外にそこはやっぱり、ね、思っていただくのは良かったかなと思いますね。ちなみにスマートってこうやっぱどうしても通信なので、こう一人でこう勉強していくようなイメージになるんですけど、その辺はどうでした？なんかそうですね、うん、あの学習コンパス講座でその受講生の皆さん の、はい、ね、うん、あの悩みであったり進捗状況をアンケートを、ね、はい、うん、共有していただいたりとかしたので、うん、なんか通信であんまり雰囲気は分からなかったんですけど、うん、まあ そこから感じる雰囲気としては、うん、そのみんなで頑張ろうっていう雰囲気がすごくあるかなと思いました、うん、本当に皆さんなんかいろんなところでさまざまな状況でなんかもう本当になんか頑張られているので、私も大変だけど頑張らなきゃっていう雰囲気に、うん、はい、うん、なったと。ありました。アンケートとか、ね、他の人の、ね、状況を見るとね、うん、ああこんなことやってるんだとかね、なんか体調崩してましたとかね、時々いらっしゃって、はい、でも頑張りますみたいな、やっぱ見るとね、はい、うん、頑張ろうと。私の方もね、ああじゃあ気合い入れて話をしなきゃなと思うので、はい、うん、良かったと思いますね。はい、というところで、まあそろそろね、あれなので最後に、まあ、今後の目標と弁理試験を受験する方々 あのメッセージというところで、あの今後の目標というのは、うん、どんな、まだね若いからね、今後つってもねあの多分道がいっぱい見えていて、だから何かあるんですか、今後どうしていきたいなみたいな。そうですね、もともとその身近に相談に乗れる人になりたいと思っていたので、その身近に相談に乗れる弁理士になりたいっていうところが一番の目標にはなりますね、うんうん、なるほどね。よく戸川先生がその弁理士のなんか3要素みたいなところで、ね、うん、法律と技術と語学っていうところがあるんですけど、うん、私ちょっとまだその大学生でまだ技術的な知識がちょっとあまり身についていないかなと思いますので、うん、その大学とその後大学院にも進学するんですけど、そちらの研究活動を通して、うん、その技術的なそのバックグラウンドをきちんと築いていきたいなと思います、うん。またその語学の面ではその研究活動を通してその英語で発表したりとか英語の論文を読んだりとかいろいろあると思うんですけど、そういったところで語学力を身につけたいなと思います、うん、あとはそうですね、身近に相談に乗れる弁理士になりたいというところで、うんうん、その技術者の近くっていうところは私としてはちょっとそういったところに行きたいなと思うんですけど、
その何と言いますか、技術をちゃんとその社会に生かせるようにとか、あと技術その発明したからにはその社会が良い方向に進んでいくとか、その企業 の, その経営の方に生かしていけるように、その知財を生かす方向の相談にも乗れるように、経営の知識とかそういったところも勉強していきたいなと思っています。ということはあれかな、企業でなんかこう活躍していくイメージ、今のところはそうですね、その方がいいと思いますけど最初はね、じゃあ企業の、まあ、でも開発とかにもやっていこうみたいな、もう知財でずっと行こうみたいな。そうですね。あ、そうなの。それから研究もねやってるからね、一無用素晴らしいのできる、うん、そっちよりかはあれだな、そうですね、知的財産の方でやって終わらないの。先生まず企業でちょっとそのまあその前さっきの経営とかも含めた感じでこううまく活用できる、はい、まあ、いわゆるよく上流から下流って言うんだけど、発明の発掘から権利行使まで含めてこうトータル的にサポートできると。で、ね、でなおかつ相談してもらいやすい、身近に、はい、発明者と、うん、そうですね、いい便利さになれそうですね、はい、うん、ちなみに、まあ、そういうことでやってこう活躍していくっていうことで、まあね、今後まあちょっと見てる人に、まあ、いろんなメッセージをしてほしいんだけど、でその時にちょっとね一つ聞きたいことがあって、勉強こう、まあ、頑張ってきたじゃない、はい、で逆にあこれはやらなくてよかったなとか、一生懸命やってみたんだけど、あここはちょっと、今考えるとちょっと遠回りだったなと思ったことってありますね、うん、自分でやって。そうですね、なんか私自身一度やったらそれを突き通すみたいな、うん、ところがあるんですけど、なかなかその自分で考えてその、やってみた勉強法とか、もう一度やったらそれをやりきるっていうところはあまり固執しない方がよくて、いろいろやってみて良さそうなところだけ、その足しやって、なんか良くなかったね、良くない、そうですね、いろいろ書きすぎたっていうのもあるかもしれないんですけど、そうですね、具体的にはちょっとあまり思いつかないですけど、ちなみに一番あとこう勉強してつらかった時期っていつですか。つらかった時期はそうですね、いや論文発表後口述前ぐらい、ちょっと口述ね、今日、まあ、口述アドバンスも持って、口述アドバンスは何か工夫書いた付箋がそうですね、付箋箇所については、あの試験前にそこだけ見返そうかなというところですかね。口述の勉強つらかったですか、結構やっぱり。いやー、なかなかちょっと論文試験までがハードだったので、すごくそのモチベーション的にも非常に良くない状態になってましたね。口述っていつから始めたんだっけ。口述は論文は発表後ではないですね。あ、まあ、一応やってて、はい、でちょっとあれだよね、自分の自校生とかゼミ生とかとやるといいよっていう形で、はい、うん、そこは積極的にね、はい、超積極的にそうやってて、だからまあ本当にあのすごいなんかやりだすとすごく頑張るなっていう心象はあって、はい、まあ、さっきの学習ノートもそうだし、まあ、論文の、まあ、答案コースもそうだし、で、まあ、そこはちょっとごめんなさい、あんま見えてなかったんだけども、答案コースやっぱ口述なんかはすごい積極的にその後ねやってたから、はい、そのやるぞってエンジンかかった後の、ダッシュ力はすごいなっていうことと、あと前ねちょっと直接伝えたけど本当に努力をすごいする、自分が見てた今まで受講生の中でも多分本当一番って言ってぐらい努力はするなと思っていて、そこはすごく大きな武器だったよね、やっぱ勉強してくれたよね、ありがとうございます、はい、やっぱじゃあそう、じゃあ結構でもじゃあそんなに遠回りした心象ないね。そうですね、馬場、ま、先生をとにかく信じるっていうのが一番近道な気がしますね、はい、わかります、はい、先生も全体的にじゃあメッセージということでね、まあ一応これ見てる人がさやっぱ次に続こうと思ってるね、ぜひあのもうこれだっていうメッセージをバスンと言ってあげてはい、はい、そうですね、あのやはり私自身なんか馬場先生を信じたっていうのが非常にあの短、まあ、2年かかったんですけど短期に合格できた、その決め手になったと思いますので、その最短ルートをナビゲートしてくださるその先生を信じることと、あとはもう自分は頑張ってきたんだと思ってその自分を信じること、本当に勉強今まで頑張ってきたので その成果を信じて、もう本番ではもう力を尽くしてください。
頑張ってください。ちなみに最後に、はい、結構緊張する方じゃないですか。はい、今日も緊張してる。緊張してます。じゃあ試験の時になんか緊張しないようにした秘訣とかあった？そうですね、緊張しないようにした秘訣、うん、もうなんか今までの努力をちょっと見返す。私はこんなにやってきたんだって。はい、あ、なるほどね。それをここで頑張って。はい。はい、うん、ということでね、あのわざとね今日忙しいのに来てもらってどうもありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。はい、見てる人もねぜひ何か参考に、ね、していただければと思いますと、はい、はい、というところで、今回は、合格者対談ということでこれで終わりにしたいと思いますと、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい、いいと思いますよ、はい。